おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ3200です。はい、今回でとうとうね3200回を迎えることができました。これもですね、いつも見ていただいている方、チャンネル登録していただいている方、様々なね人によってここまでね続けることができたという感じで感謝しております。今後もですね、まあ内容を据え置きでね続けていきたいと思っておりますんで、引き続きね見ていただければと思います。はい、そんなね3200回を迎えた今回は、いつもの通りね記念のキャラクターとしてねいつもやっております、こいつをね紹介していきたいと思います。それがこちら、じゃんと、はい、こちらですね、フィグマの SP138 レーシングミク2021バージョン、これをねやっていきたいと思います。でまあこちらに関しましてはね、まあある時からね一般と、あとはスポンサーというふうにね両方の機械でね入手することができるようになったこちらになっておりますが、まあこちらに関しましてはね一般販売の方ですよと。はい、でとりあえずこんな感じになっておりますよと。でちょっと気になる部分に関しましては、いつもの通りなんですけど目線なんですよね。今この状態って正面っぽく見えなくはないですけど左目線なんですね。なので正面目線がないとなるとちょっと厳しいかなって思っておりますけど、まあ早速ねこちらを見ていきたいと思います。パッケージこんな感じで、横を見るとこちらですね、背中なんですよね。で次行きまして、こうなってまして、で左目線で、今度ここですね、バイザーつけてますけどこれ右目線なんですよね。でいつもの通りパラソルがあったりとかね、こんな感じのパーツになってますけど、目線が右か左なんですね。正面目線がないのが非常に扱いづらいと思いますけど、キャラクターっていうかねこちらのデザインは非常にいいと思っております。あといつもねこちらねパラソルに関しましてはシール貼らなきゃダメかなと思っておりますけど、一応パッケージはこんな感じっていうか、裏はこんな感じ、まあ非常にいい感じですね。クリアパーツもね採用されてるのかな、一応こんな感じでしたと。で横がこうですよ、左目線だね。で上です、下です。はい、ではね早速開けていきましょう。上から開けます。ではレッツオープン。はい、箱から出したのがこの形となります。レーシングミク2021本体と公開の前髪パーツ、あとは表情パーツですね。でパラソルとこれ畳んだ状態です。まあ相変わらずね真っ白なので付属のシールを貼る必要性があるのかなと。で後ろのところにテープ止めですけどね、こちらのところにいつものベースといつもの支柱、角度変更用のジョイントと手首パーツが、手首ホルダー一式、あと説明書も入っているでしょう。であと上ですね、ここのところに個人スポンサー募集中というね、こちらですね個人スポンサーとは何かっていうのがねあったりっていうね、こういうような紙ですね、こういうのが入ってきておりましたと。シリアルナンバーが載ってるけどね、これはもう今更の話じゃない。はい、一応こんな感じになっておりましたよと。はい、ということで早速ですねこちらね開けてパーツ一式ざっと用意してしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。いつものベースといつもの支柱、角度変更ジョイントねついてきてるんですけど、とりあえず今回は使わないんで出さないですよと。で角度変更用のジョイントと予備の手首ジョイントがね一緒に入ってるんで、封を着てしまうとね予備の手首ジョイントがねそこからこぼれてね紛失する危険性があったんでね、とりあえず今回出してません。はい、でこちらですね、バイザーというかねこれを下ろした時用の前髪パーツ、公開の表情パーツね、手首パーツと手首ホルダー一式で、あとパラソル閉じたやつ、持ち手と開いたやつですね、これを組み合わせて使用します。それ以外にこれね真っ白なんでね、これ用のシール、これがねついてきております。でここの面、あとここの面ですね、一応予備がねしっかりとついてきておりますよと。はい、一応こんな感じで、あとレーシングミーク2021本体というふうになっておりますと。で説明書がバーンとこういうふうにありまして、フィグマレーシングミク2021となっております。でペラッとめくってねこんな感じですね。まあ先ほどもね言ったパーツリストがこうなっておりますと。で表情パーツの交換方法がこうですよとかね、パラソルの持ち方、あとシールの貼り付けですね、こういう感じになっております。A, B, C, D, E, F, G, H という風になっております。まあ、それに対してね、ぐるーっと貼っていくだけなんで、まあ、とりあえず問題ないのかなと。ただ、これ結構貼るの大変なんですよね。過去に何回か貼ったことがありますけど、一箇所ずれると、そこからね、うまくはまんなくなりますんでね。一箇所一箇所、十分ね、気をつけて貼っていきましょう。はい。以上、パーツとしてはね、こんな感じになっておりますんで、まあ、見ていきましょうかと。よいしょと。まずは、正面がこちらですね。で、横ですよ、後ろ、反対、そして上となっております。
で、デザインはね、非常に好きです。ただ、残念なのはやっぱり表情パーツ。まあ、この状態でもね、見ていただくとね、わかる通りですけど、完全に左目線ですね。これが正面目線だったらどれだけ良かったかってちょっと思ってしまいますね。はい。ではね、可動範囲いきましょう。とりあえず、頭部に関しましてはね、左右に動かすことができます。まあ、いつものツインテなんでね、下に下がってると干渉するんでね、ある程度持ち上げておきましょう。根元の部分のスイングが効きますよ。ひねりも多少効くと。で、多分これもね、いつもと同じだと思いますが、クリア素材に塗装がかけられていると。なので先端部分がちょっと透けてる感じかな。ただ今回ちょっと気持ちいい。塗装が濃いめなんでね、このクリアがね、活かされてないっていう感じですね。まあ一応こんな感じにしたと。で、こちらの根元のね、リボンパーツも稼働します。ただこれクリアパーツなんでね、変に動かすとバキッといくと思いますんで、十分気をつけましょう。上がこんな感じ。で、下ですよと。前髪外して表情パーツを外すと分かります。で、こちらね、インカムっていうかね、ここの部分、破損しないように気をつけましょう。一応中に関しましてはね、こちら、軸ボールタイプなんでね、この部分を利用してグリグリ動かすことができるというふうになっております。まあ、この部分はね、可動域が広くていい感じですね。はい。で、次に腕ですね。腕に関しましては根元ですね。ここでのグリグリ、ジョイントでのロールですね。で、あとは肘関節をここでグッと曲げることができます。ただ、ここですね。見ていただくとわかる通り、肘ジョイントの上でね、こういう風に動くことになっておりますんで、ここはですね、今の状態って肘関節、外向いてるんですね。なので、実際の可動方向はこっちなんですけど、正面だと思って、この状態で動かすとね、ボキッといってしまいますんでね。ここの部分はね、振りができない構造の方が良かったかなと。で、二の腕のところでね、見ていただきますと、肌色とね、こちらの黒っていうかね、ここのところって分割に入ってるんで、むしろここでひねることができるようになってた方が良かったような気がしますね。で、手首パーツはこんな感じでね、ジョイント式で稼働させることができるようになっております。で、左右共通。で、こことかね、肩とかに特にマーキングとか入ってるんですね。だいたいね、初音ミクとかって、肩にね、01とかって書いてますけどね。そういうのは特にない感じです。で、ボディに関しましては胸部ですね。ここのところでグリグリ。ただ結構内側ね、狭くなっておりますんで、動かすときにね、ガリッとやるとね、せっかくの塗装がね、傷んでしまいますんで、動かすときには十分気をつけましょう。ちょっと気持ち緩い感じがします。スカートパーツに関しましてはこの形で固定ですね。前面が動くとかね、そういうのもないですし、中に入ってるこちらのね、クリア部分も硬くてね、全然動かないという感じです。なので、胸部、腹部、スカート、腰っていうよりも、腰は腰っていうかね、こんな感じになっておりますんで、腰でのひねりはね、ない感じになっております。後ろのパーツ、あ、一応なんか前後にちょっとカタカタ動く感じですね。ただ前後に動くけど左右の振りはないっていう感じになっておりましたと。リボンパーツの可動は特にないので、動くかなと思って無理やり動かすとバキッといきますんで気をつけましょう。はい。以上こんな感じになっております。足に関しましては一応この状態、引き出し機構は特になし。開脚はこんな感じで前後と、スカートパーツがね大きくガバッと広がってる関係でね、内側のスペースがかなり広く取られておりますんで、足自体は大きく動かすことができます。膝に関しましてはグッと曲げてこんな感じ。もものロールはなし。一応股関節部分でのロールがちょっとできるって感じになっておりますよと。足首パーツはこんな感じでね、ジョイント式で動かすことができます。つま先の可動とかはなし。かかとについてるこちらのリングパーツは取れませんよと。はい。一応こんな感じになっておりましたと。まあ、スカートパーツがね、かなり大きくね、広げられてる関係で、足前の可動域が広いのはいいですね。で、今実際動かしてちょっと思ってるのは、気持ちいいね、左肩のジョイントが硬いんですよね。この部分がこなれてこないと、バキッといってしまうかなっていうのと、やっぱりこの肘関節ですね。ここでのひねりが効いてしまうので、変なところで動いてね、間違って動かすとボッキリいくんでね、そこだけちょっと気をつけなきゃいけないかなっていう部分がありますけど、まあ一応ね、全体的な稼働としてはこんな感じになっております。まあ非常にね、見た目はよろしいという感じになっておりましたと。で、台座への組み付けに関しましてはね、今回ね、ツインテもね、大きく動かすことができますし、後ろに干渉源もないですし、この辺からね、何か伸びてるわけではありませんので、角度変更ジョイントね、なしでもいけるでしょう。で、台座に関しましてはね、支柱を直接背中にぶっ刺します。で、あとは台座の方にね、差し込んであげて、まあ、あといつもの通りガクガクっと曲げていけば立たせることができると。で、こいつですね、今回、かかとの部分ね、こちらリングパーツがついてる関係でね、転倒防止がね、結構しっかりとしておりますんでね、激しいポーズさえ取らせなければ、台座なしでもね、ある程度自立しますけどね、
まあ安定感出すんだったらやっぱこの形だと思いますけど、一応こんな感じでございましたよと。はい、まあ非常に良いですね。一応基本的な可動範囲、それからね台材の組み付けやっていきましたということで、次に表情パーツ行ってみようかなと。で、表情パーツに関しましてはね、今ついているこちら左目線以外にこちらのね右目線があります。左目線もまあ左目線だなっていうのがねわかるんですけど、右目線はねもっとがっつり右目線になってますね。やはりこの中間の、ね、正面目線が欲しいなと思いますね。まあ一応こんな感じでございましたと。交換方法に関しましては、前髪外して表情パーツを外すと。で、外すときにここね注意しましょう。で、別な表情パーツを組み付けてあげてと。で、サイズ的に他のやつが使えるんだったらね、他の発電ミクとかね、レーシングミクの方の表情パーツをね移植してくればね、もしかしたらね正面目線できると思いますけど、まあ一応こんな感じにしてあげまして、あとは前髪をね戻してあげれば表情パーツの交換ができましたと。で、あとは頭部についてね、こちらのねゴーグルというかね、これを下ろした状態にするためには前髪外して、あとはこちらに変えるだけっていうね、一応こんな感じです。こうすることによって交換できましたと。まあこちらのねゴーグルっていうかね、これに関しましてはもう少しね色が濃いと目線がねごまかせるんですかね、そういうわけでもないんでね、まあちょっと見えてしまうので、やはりね正面目線が欲しかったかなと。あと手持ち物としてね置いてありますね、こちらのパラソル。あと手首パーツのお話をするのを忘れてましたけど、こちらですね、グーパーツ、物持ち用、平手、そしてパラソル用というふうに今回ねちゃんと正しいのが入ってると。この時はね2021年のものなんでね、そこまでエラー品がね多くはなかったですけど、2023年になってからねかなり頻発しておりますんでね、やはり確認しなきゃダメかなと。特に古いものになってくると、もうアフターケアがねないと思って泣き寝入りする可能性もありますんでね、十分チェックしておきましょう。とりあえずこの時のやつは大丈夫と。で、パラソルをね持つ時にはこちらね収納状態、まあこれもねグリップのね太さは同じなんですけど、一応こいつをつける時には手持ちっていうかね平手でこう支えるのが一番いいのかな。それ以外に普通にねスッと持たせるんだったらこれでもいいのかなと。はい、こういう風に持つこともできますよと。で、それ以外にね肩にねやったりとかする時にはこいつかなと思いますが、この手首パーツを使う時にはこの太い部分をこう持つんではなく、細いところですね、それを持つためになっておりますんでね、ここの部分をシュシュッと通してあげてこの形にして、で、あとはこいつをね差し込んで使うという感じになっております。一応刺すとこのような感じにねなりましたので、あとはね組み付けてあげて、まあイメージ的にはこんな感じで使うことができると。ただまあこいつはねシール貼らないとね真っ白であっさりとしておりますんでね、問題ない感じはあると思いますけどね、まあ一応こんな感じで運用することが可能となっております。パラソルに関しましてはね、基本的にいつもと同じでシール貼らなきゃいけない部分はあるんですけど、そこはもうね塗装済みでいいんじゃないかなってちょっと思ってしまいますね。一応ね外観としてはこんな感じでございましたと。いかがだったでしょうかね。やはりこの見た目というかね、衣装に関しましては非常にいいです。このクリアパーツが採用されてるとかね、その辺に関しましてもねよろしいですし、全体的なバランスとしてもね非常にいいと思います。最初こちらねゴーグルっていうかね、これがついてるね前髪パーツとか、これはねちょっとうーんっていう気持ちもありましたけど、まあ実際見てみると非常によろしい感じですね。ただまあ言ってる通りですけど、正面目線がないのはね相変わらず惜しいかなと。それさえねクリアしてればかなり良かったんですけどね、ちょっとそこの部分がね正面なく右左だけだったんでね、それがちょっと惜しい感じですけどね、まあこれ自体はかなり良かったと思います。可動域もね比較的広いですしね、まあちょっと肘関節のところで回ってしまってね変な向きになってて知らないうちにボキッといってしまうっていう危険性があるんで、そこの部分さえね注意すればねかなり良いと思いますんでね、気になった方はねチェックしていただきたいと思います。ただ発売からもう2年ぐらい経っちゃっているんでね、店頭での在庫とかになりそうですけど、もしね売ってて興味がある方はね入手して楽しんでいただければと思います。はい、では最後にですね、今回で無事にね3200回を迎えたということで、これもですね皆様のおかげでここまで続けることができました。今後もですね長く続けていけるように頑張っていきたいと思います。目指すは3650回ということでね、そちらのね数を目指して続けて頑張っていければと思っております。はい、ということで今回ですねフィグマのレーシングウィーク2021、こちらをね紹介していきました。はい、ということで次回ですね、次回は以前ですね2回ほど紹介した総裁少女庭園の高梨小弓ですね、
そちらのですね、水着バージョンが出たということで、そちらの、ね、組み立てをやっていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。